ちが、なにわ昇龍会です。よいしょ。はい。さあ、本日の動画はこちら。はい。総務投手、お給料、なんぼで、なんぼ。下世話だ。さあ、昨シーズンね、ありがとう、はい、話題に上りました総合投手の、お給料、年俸でございます。よく言うあのダルビッシュさんが怒、ね、ってくれたやつですよね。そうです、はい、で一応今シーズンは推定では、まあ、3300だ、3600だ、だから2800が安すぎるぞってなったけど、実は3500で、あ、確かになんかそんなニュースあった。ダルビッシュさんが怒って3600、だから100万プラスみたいな、ね、確か。ダルビッシュお説教台のみたいなことがありましたけど、今シーズンの成績はね、最優秀中継ぎ投手、その9年投手ですか、タイトルを取りまして、はい、防御率も2点台、最終的には1点台です。2点台ですか、何点台ですか、何点台、防御率 1.79 です。うわ、すごいな。で、何点台っすよ。2勝ホールド28、28、うん、すごいですか、無敗ですよね、無敗でしたっけ、無敗です、ね、で、最多奪三振54登板、54登板で投球回50.1回、50.1回、安打42、基本塁打1、1、失点10、暴投2、ウィップ0.97、ウィップ0.97、すごいですね。イニングにランナーを 1人以下しか出さないっていうことですね。さあ、そんな総合投手、抜群の素晴らしい成績の、来シーズンのね、給料、ね、勝手にね、下世話です、下世話な企画ですけども、簡単にいこうっていうね、僕ね、なんとなく調べてみたんですよ、この最優秀中継ぎを取った人が翌年どれくらい給料上がってるか、うん、お、いいね、大体レギュラーシーズン、140何試合やって、うん、最優秀取った方は大体3500万くらい、で4000万くらい。上がってるようなデータですよ。上げ幅が、はい、上がってる。ああ、なるほど。上げ幅が3600万としたら7000ぐらい、7000くらいが最低ライン。ああ、最低ライン。まあでもその選手の元の年俸がそんなもんか、ね、金属年数とかもね、ありますから、ね、3000万くらい、いや上がって倍はどうなんですかね。でも今シーズン倍倍増、20試合ちょっとですもんね。120試合とかで54登板ってすごいよ、うん、もうそのレギュラーシーズンに換算したら、ね、60超えるような登板数なんで、って考えたら倍は最低ラインとして僕はあってもいいんじゃないかなと思うけど、なるほどな、倍出るんですかね今シーズン。そこもあるんですか、うんうん、そう今シーズンね、収益の関係も、ありますけど、さあ、だからその、そこはなんかその147試合換算っていうのがちょっと違う気しますけど、うんうん、そもそもだって、だったら球団の売り上げは、うん、147試合換算できるかって言ったら違うんで、うん、102試合分しか儲けないので、当然そっから出てくるわけですよね、うん、お金は。まあ、それでちょっとやっぱ財源、ね、財政的にちょっと厳しいかも分かんないですけど、やっぱりね、今シーズン、やっぱ一番頑張ったって言ってもいいぐらいのピッチャーだと思ってるんで、うん、僕はもう倍増、7500万ぐらい。7000万はいくでしょうね、多分ね。7000万はいかないよね。7000いくのかな、いかない、7000万。僕、7000いって、うん、オプションでプラス500万みたいな。うん、欲しいな、例えば50登板したら、で、プラス500みたいなので、7000、で、プラスオプション500の都合7500、とかな気はしますけどね。きっちり倍増、7200万。7200万、はい、僕は7200万。7200万の勝ち方、ひもそんなに7万2000万ですよ。7万2000万で、あ、えいな、
で、円なかった人に7億2000万円まあまあまあ、そういうね、周りをね、あのね、ガチガチャをね、あの無視していただいてね。え、それ、だからね、ゼロ1個思わないですね。ほんまやね。それがもう不安だった。そんな人決められたのは今シーズンをやっぱり例年の金払いとはやっぱ考えない方がいい。あ、うん、収益がない、はい、事前にお話は多分選手がされてる、はい、うん、から、まあ、倍増は俺はちょっとないかなと思うけど、それなりに2倍のいい数字にはなるだろう、はいはい、6000万プラス A グラスボーナスの500万で6500万。僕6400万。おお、ここの嫌がらですか、この100万で差は。いや、僕はほんまなんとなく、うん、まあほんまにこれ、はいはい、せやな、うん、なんとなく、うん、ぽいっすね、うん、まあほんまなんと、まあリアルに行くと、まあ A クラスやし、こんなもんなんかな俺。6200万。ああ、なるほど。なんか本当にでもね、考え方的には一緒です。もう基本線で6000万ですね。へえ、はあ、なるほど。全然違うけど、なんとなく JFK ってどうやったのかと思って、はい、あ、 JFK、 はい、まあ見てみると、まあ久保田さんが2006年47試合5勝7敗負けてるな、16セーブ3.96、その次の年は5500万円です。ただその次で90試合の9勝3敗4勝5勝1.75、1.19、すごい。でその次の年が1億2000万になってるんだ。なるほど、なるほど。いや、ほんまだからそこやと思うんですよね、僕、うん、今回の成績を、うん、来年に、そう、もう1年続けた時に F 上がり。ああ、なるほど。来年が結構フル、あ、フル換算できるとして、ほんなら多分60、下手したら70近い登板数になった時には、まあ多くに届くんじゃないかなと。まあ、だから今年の活躍で来年はもう頭からもう位置が決められてるような、うん、そうですね、まあ、そうです、役割がしっかり、もうだからもう実質プラスの出来高が1500万ぐらいね。ああ、なるほど。いや、いい数字っすね、なんか。そういったらもう、そこの下地の部分っていうかは、だから、こういう接戦リード時じゃなくて、今まで、便利屋っていう形で、何年もあったことも支えてきてもらったんで、そこでも下地は、もう、ね。いや、年間6000万、相当の選手で。へぇ、長すぎて、片付けで多くもらうのなんて。まあ、もうほんま球界代表するようなピッチャーになりますもんね。ベース7000万はちょっと、そう聞いてると非現実的な気がしてきましたね。そうですね、確かにこの出来上がらないっていうのがやっぱすごく聞いてくると思う、ね、いいなっていうのはちょっと僕も思ってしまったので。はい、久保田さん、いかがでしょうか。6600万円。うん、これオプションも使わずってこと。オプションは、うん、出来高プラス、うん、もう、まあね、はい、出来高っていうのはね、なるほど、タイトル、タイトル、あ、最優秀中継ぎを、はい、もう一度取れたら、ただ出来高プラスいくの、それは安い気するな、安いな、じゃあ2000万、じゃあ安いな、じゃあやるよ。阪神の、はい、今度藤川投手の年俸推移を見ると、はい、26試合31回2勝0敗防御率 2.61、はい、のピッチャーで2200万、はい、でこれが2005年の年に80試合、はい、で 92.1回、7勝1敗1セーブ46ホールド防御率 1.36、 これで次の年8000万円。ああ、2006年ぐらいで80試合投げて8000万で防御率 1.36 で46ホールド、46ホールドって考えるとやっぱり7500、いや僕も10ラインの話はちょっとないな。ないですかね。ないですか。まあ順位も使わないですよ。まあ確かに、そうだね、ほんまそういうことです。そう、2005年優勝してて阪神が
ですよね。なるほど。2200万円からの8000万円から、まあ、優勝の立役者っていうのと A クラスの立役者っていうのと、まあ確かに、プラスできたかな、はい、まあ、まあ、6000万円、まあ、プラスできたか6000万円、うん、まあ、それができたら、うん、2倍になるよと、だね、うん、うん、これぐらいでいいかね、はい、我々の収入会の総会の都合内容の運行は、はい、こちら、はい、6200万プラス出来高場合1000万円、はい、まもなく7200万円で、はい、じゃあ、この辺で、ご勘弁願いませんでしたよろしくお願いします。ご清聴さんフォロー、はい、ドラゴンズ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 。